尾道市立美術館にやってきました。今回は9月16日まで開催されている特別展についてお送りします。お話は学芸員の梅林真嗣さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて梅林さん、今回の特別展どういった内容なのか詳しく教えてください。はい、わかりました。尾道市政施行120周年を記念して、現在織本辰巳昔と今と題した特別展を開催しています。織本辰巳はパフォーマンスアーティストとして現代アートの前線で40年以上にわたって国際的に活動してきた日本を代表するアーティストです。2001年の第49回ベネチアビエンナーレでも紹介されるなど海外で高く評価され、近年日本でも若者を中心にファンが増えています。国内外で活躍されているアーティストとなると、どういった作品なのか気になりますね。はい、それでは実際に展示室に行きましょう。はい、今回の展覧会では6室ある展示室にそれぞれテーマを設け、すべてを巡ることによって織本辰巳の昔と今の作品を展覧できる内容となっています。最初の展示室ではこちら、織本辰巳を世に知らしめることとなったパフォーマンスパン人間を写真と映像でご紹介しています。1990年にドイツケルンの大聖堂前広場で顔にパンを1個つけたパフォーマンスが最初であり、以降これまで世界各地の多様なロケーションで行い、300回以上のパン人間のパフォーマンスを行っています。昨年尾道でも行われ、話題となった際の写真も展示しています。それぞれでのパン人間の違いや様々なコミュニケーションやリアクションの記録を楽しんでいただければと思います。続いてこちらの展示室ではドローイング作品を一堂に集めています。パフォーマンスとパフォーマンスの間、海外への飛行機の中や空港、鉄道の中、滞在先のホテルで描かれた作品の数々です。壁面いっぱいに展示したドローイングには即興で描かれたイマジネーションがあふれ、天性の色彩感覚と相まって圧倒させられる空間となっています。続いての展示室には箱や服、さまざまなオブジェがありますね。そうなんです。2階に上がりまして、最初の展示室にはパン人間発表以前の1980年代のパフォーマンスキャリングシリーズから、その記録である写真と映像、そして実際に使用されたオブジェの数々を展示しています。箱を運ぶ、煙突を運ぶ、タイヤを運ぶなど、さまざまなものをキャリングした姿を写し取った写真は、その時代の日本を反映したパフォーマンスであり、1980年代のアーカイブスにもなっています。この展示室では多くの動物とのアクションを記録したアニマルアート、母を介護する中でベートーベンやモーツァルトなどの音楽をかけて行ったアートママパフォーマンスなど、映像の数々とそれぞれのドローイングを展示しています。ユーモアと愛情あふれるパフォーマンスについつい見入ってしまいます。今回の展覧会の副題に昔と今と銘打っていますが、ここに展示した作品の多くが美術館では初公開の作品です。ここではアメリカのカリフォルニアで美術の勉強を始め、その後ニューヨークでアートを学び、帰国後装飾の仕事をする傍ら、一人でアジアに出向き、実験的なイベントパフォーマンス写真を制作した作品の数々を展示しています。パフォーマンスアーティストでありながら写真家としての評価の高い織本辰巳の一端を
見ることのできる展示となっています。続いての展示室には写真がずらりと展示されていますね。はい、こちらの展示室には織本辰巳さんとそのお母さんである小田井さんの2人のツーショット写真の多くが展示されています。最後の展示室はパン人間とともに代表的なシリーズであるアートママの作品を紹介しています。1990年代からアーティスト活動に専念し、海外へ出かけては制作発表をしていた織本辰巳は1995年に父が亡くなり、軽いアルツハイマーを患っていた母との二人きりの生活が始まりました。どうしようもない日常が迫ってくる中、母への介護をアートで表現しようと始まったのがこの部屋で展示された作品の数々です。母とのコミュニケーション、アクションによって母への愛情が表現されています。いかがだったでしょうか。今回の展示では織本辰巳の多様な表現を写真、オブジェ、ドローイング等の約550点で紹介しています。動物や人、さらには実の母とのコミュニケーションを作品として提示する織本辰巳の作品には純粋に人間の本質が表現されています。またハートフルな作品の底辺にあるアーティスト織本辰巳の温かさを感じることにより優しい気持ちになれる内容となっており、本展を通じて分かりにくいと思われがちな現代アートを身近に感じ、元気を与えてくれる存在だと感じていただければと思います。この機会にご来館ください。今回は9月16日まで開催されている特別展、織本辰巳、昔と今についてご紹介しました。梅林さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。